思ってます。今回テーマが破壊と再生ということで、一番大きな作品は外の工事現場です。あそこで今破壊と再生が行われてまして、あれが一番僕らで見ましたおっきい作品なんですけども、まあ、それ以外にもさまざまなね破壊と再生をテーマにした作品が今回あるのかなというふうに思ってまして、あ、なんかちょっと怖い人が迎えにいてますけども、でまあ一応ステージの方がちょっと眩しいですね。ちょっと眩しいですもんね。はい、あ、そう、はい、ちょっと喋ってるんだ。はい、はい、で今日はですね、展示プラスステージのイベントということで、まあ、展示を見ながら、まあ、こういういい天気ですから、まあ、たまに反射する、ね、頭の人見てますけども、中で、新聞なみゆきさんの、ね、ワークショップで新聞の帽子をこうやってかぶりながらハッピーな気分になって、で、まあ、2時から、ショパナ前村さんという方で、まあ、津軽三味線という和楽器の方なんですけども、その方のユニットでステージ進行している形になってます。で、まあ、こういうイベントなんで、途中に今実はツアーガイドという形で船場の街周辺を歩こうみたいなことをちょっとやってるんですけども、まあ、せっかくこういった、まあ、素晴らしいところでやってますので、まあ、街中をねこう散策しながら、まあ作品を眺めながら音楽を楽しむという贅沢な一日を過ごしたらいいかなと思ってますので、本日来ていただきました皆様ありがとうございました。本日は楽しんでください。よろしくお願いします。逆光でなんか神々しく輝いてる。
Thank you.
のが動画って早くに言ってくれるピンクしてるやん。せがれ一番胸